げた実験部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。中森先生に質問です。ハイパー2からやっておきたいの500行こうとしたら無理でした。何挟めばいいってことなんですけど、まあレベル別の5ですかね。等身のとかポラリスの2あたりかな。あの武田のルートだと毎年出るが先に来てるんだけど、毎年出るもね500と大差ないんで、難易度的には、まあ、なので、まあ、レベル別の5が一番そのマーチレベルに入った1冊目としてはまあこう入りやすい一冊かなとは思うので、ね、投資のレベルベースですね、あれやっておくといいんじゃないかなって思います。京都大学工学部志望で数学の実力アップ問題集を終わらしてからもう一冊追加するとしたら何の問題集がいいですか。まあそのままマセマの上のハイレベルいっちゃうか、あとはヤサリとかをやるか、一旦過去問入ってであの25カ年とかやるかな。それが一番おすすめかなと思いますけどね。まあ問題集追加したいならあの他の追加してもいいと思うけど、過去問結構やり込んでほしいから一旦突撃してみてほしいですけどね、それで現状上のどの程度のことができてどの程度のことができないのかっていうのを把握するといいんじゃないかなって思います。反対理系は基礎100の次何やればいいですか。まあ地方国公立とかマーチレベルの長文をやった方がいいんじゃないかなって思いますね。演習量が重要かなと思います。ハイパー2の次すぐにハイパー3でいいと思いますか。難易度的にはちょっときついかなとは思うけどね、いけなくはないとは思うけど、まあ行ってみてダメなら下げりゃいいから、やってみたいなら一回挑んでみたらいいんじゃないですかね。東北大志望の高3生です。無機化学と高分子化合物授業でやらないと言われました。そんなのありなんですかね。間に合う気がしないしどうしたらいいですか。講義系で詳しいやつがやっぱりいろいろあるんで、それをどれか使うといいかなと思います。ドゥシリーズとかああいうのを使ったりとかをやって、その、まあ、講義系のやつ読んだ上で問題解いていってって形でやっていけば十分対応しきれると思います。言うてね、その辺の範囲って学校でやってたとしてもちゃんと身につききれてない人が、例えば浪人してやってるみたいなケースとか現役で何とかやってるってケースは全然少なくない分野だから、まあ簡単とは言わないけどちゃんとやっていけば身につけられる範囲だとは思うんで、まあね、精神的に結構ね来てるかもしれないけど、そのやってくんないってことでね。でもまあ自分でやろうと言えば全然やれる範囲だから、まあ、ここで気持ち切り替えてねしっかり頑張ってくれればと思います。明治大学志望です。現代文のアクセスの発展編の問題正解するのに過去問解いたら全くできませんでした。解決法はありますか。純粋にまずは慣れが重要かなと思います。要するに解けなかった問題がなんで解けなかったのかっていうのを一回見ていく練習していった方がいいかなっていうふうには思いますね。アクセスの発展編の問題も全て満点だったわけではないとは思うんで、解けなかった問題なんかの中でちゃんと理由がはっきりしてない部分だったりとか、あるいはその文章のジャンルとかねによってはしっかり読めないとか、明治の聞き方だとちょっと辛いとか、いろいろ理由はあるとは思うんですけど、やっぱりその過去問を何年分かしっかり仕上げていって復習も徹底的にやり込んで、その上でできるのかできないのか、できないとしたら何が原因なのかっていうのはまず分析してた方がいいかなっていうふうに思います。山岡のチリビー教室でどこまでやり込むべきですか。この後キル本に移るんですが 1,2 週で十分ですか。十分だと思いますね。あくまであれはチリってどんなものなのっていうのを抑えるっていう、いわゆるそのね他の科目でも漫画読んだりとかっていうようなダイジェストっていうか全体の流れ掴むためにやるものなので、本格的な暗記とか演習に関してはもう次の瀬川先生のやつとかでやっていいかなと思うので全然大丈夫だと思います。センター対策を11月からって遅すぎですか。それまで問題集で基礎をガチガチに固めたいなっていうふうに思ってますと。そのどの科目のことを言ってるのかにもよるかな。全科目それだと結構きついかなっていうふうには思いますけどね。センターでしか使わない科目の例えば社会とか理科だけだよみたいな話だったら全然いけるんじゃないかなっていうふうには思いますかね。はい、はい、というところで今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。